舞妓になるまでにはいくつかの段階を通る必要がおます。仕込みさんと呼ばれるものもその一つどす。仕込みさんとは舞妓になるための修行中の人のことを言います。この期間に舞妓となるためのいろいろな教育がなされるんどす。花街のしきたりや行儀作法などのさまざまなことをこの期間で習得していくんどすえ。仕込み期間がようやく終わるといよいよ舞妓となれるんどす。せやけどその前の1ヶ月間は見習い期間としてお茶屋の手伝いなどをして、ここで実際のお座敷に出るための勉強をします。いわゆる舞妓の予行演習というとこどすな。この期間は鼻いらずとも言われ、下唇にだけ紅をつけ、だらり帯も半だらに結びます。そしてお花代をもらうことはおへん。きよちゃん、つらい修行をようここまで頑張ってきはりましたな。明日からはあんたさんも立派な舞妓ちゃんのす。これまで以上に気張ってしっかりやっていかなあきまへんえ。あんたさんがこれからどんな舞妓として進んでいかはるのか今から楽しみどすな。そして、キヨの物語が今始まる。